2008年オールスターレジェンドに出場したコフィー・ポール・コフィーはカナダ・オンタリオ州ウエストン生まれのプロアイスホッケー選手である。NHL におけるポジションはディフェンスであるが、生涯1531ポイントを上げたことからもわかるように攻撃能力にも優れていた。2004年にホッケーの殿堂入りを果たした。ポール・コフィーは1980年の NHL ドラフトで 1> 第1巡目前選手中、第6位でエドモントンオイラーズに指名された。入団から最初の7年間は NHL におけるいわゆるエドモントン王朝時代にあたり、コフィーも1984年、1985年、1987年と3度のスタンレーカップ優勝を経験した。中でも1985から1986シーズンは、 コフィーのベストシーズンで年間138ポイントを上げ、この記録は1970から1971シーズンにボビー・オアが達成した NHL ディフェンス年間獲得ポイント数139の最多記録に次ぐ。また、ゴール数の48は NHL ディフェンスゴール数としては歴代最多を誇る。1987年11月24日には、 年俸条件をめぐるトラブルからピッツバーグペンギンズに移籍し4年半プレーするが1991年にはここでもスタンレーカップ優勝に貢献を果たした。その後1991から1992シーズン途中から翌シーズン途中まではロサンゼルスキングスで計60試合に出場しここではオイラーズ時代の領友ウェイン・グレツキーと開校した。 1992から1993シーズン途中でデトロイト・レッド・ウィングスに移籍し3シーズン半でまずまずの成績を収めたさらに1996から1997シーズンにはハートフォード・ホエーラーズで20試合をプレイするがまもなくフィラデルフィア・フライヤーズに転出するその後もシカゴ・ブラック・ホークスカロライナ・ハリケーンズ ボストンブルーインズを渡り歩いた。コフィーは2000年に現役を引退し、396ゴール、1135アシスト、1531ポイントの記録を残した。この生涯ポイント数は、ディフェンス選手としては、レ房区クに次ぐ、歴代、第2位である。また、1985年、1986年、1995年と、 年間最優秀ディフェンス選手に贈られるジェームス・ノリス記念賞を受賞している。引退後はオンタリオ州ボルトンで日系自動車販売会社のオーナーを務める。ありがとうございます。